ちょ、あっちゃんです。今日も ね、猫坊主からの言葉これだからちょっと面白くてね、こうね、話しようかなと思ってたんでね、これ話したいと思います。他人に嫉妬が始まると警告灯が鳴っている合図です。嫉妬を尊敬に変える視点を持ちなさい。他人に嫉妬が始まると警告灯が鳴っている合図です。嫉妬を尊敬に変える視点を持ちなさい。の猫坊主が言ってんねんけど、これね結構ね、あっちゃんね嫉妬の話って昔からよくしてんねんけども、嫉妬してるよねって言ったら、ほとんどの人が嫉妬なんかしてないっていうね。こういう人たちに何度話して、何回も何回も話しても、どういう切り口で話しても自分が嫉妬してるってことを認めへんのよ。認めへん限り自分の嫉妬っていうのはなくならへんでね。なんでかったら自分が嫉妬してるって気づかへんから。だから嫉妬してるっていうことで、まず自分で何に嫉妬してんのか、どういう観点で嫉妬してんのかっていうことをまた心に置いて、その嫉妬をどうするのか。嫉妬っていうのはね、もう自分に警告灯が鳴ってる。もうそれは嫉妬して嫉妬することってプラスなこと全然ないのよ。で、嫉妬するっていうことはもう完全な警告とか、もう自分自身にもうダメだよって言うてんねんね。嫉妬しちゃダメだよって。だから嫉妬した場合どうするかって、嫉妬した相手を尊敬すること。それが一番いい。嫉妬した相手を尊敬する。尊敬に変える視点を持つ。だから尊敬しろと言ってるじゃんね。尊敬する、尊敬に変える視点を持つっていうことやねんね。じゃあ嫉妬って何なのかって言ったら、嫉妬っていうのは、もうごめんね、くしゃばかりで、自分より勝ってるところ、自分がその人より劣ってると思うから、それに対して羨ましいと思うのが嫉妬やねん。だから金持ち、まあ、一番簡単なのが金持ちを見て、あ、お金持ち腹立つな、あいつは悪いことして稼いだんやろうな、あいつ金持ち、裏で絶対汚いことしてるから金持ちになってんねん、あ、腹立つな、金持ちなんてな、あの、銭げばやねん。金に対して汚いから金持ちやねん。あんな金持ちになりたくないわって嫉妬するんよね。そうじゃなく、嫉妬する、嫉妬じゃなく、あ、お金持ちすごいな、やっぱ尊敬できるよね。やっぱ頑張って稼いでんやろうなって。よし、あの人ができるんやったら私も頑張って稼ごうっていうのが尊敬やねんね。それに変えることによって金持ちに近づけるんよね。で、他に嫉妬っていうのは、好きな人がおりました。で、その人が、彼女を作りました。なんや、所詮あんな、ブスやん。私よりブスやん。あんなな、絶対な、あの、色仕掛けでひっついたんやわ、とか。そんなんな、なんかな、裏からどないかしてな、ずるいことしてって、ね、あの人らは付き合ったんやわ。って汚い嫉妬をするよりも、で、嫉妬して、あの人話したろ。あ、どないかしてあの人から始める。なあ、あの彼女、実は裏で誰々と付き合ってんねんで、とか、誰々がこん、あの彼女にしてるけど、あんたの彼女腹ぐれやで、とかって言ってね、話そうとする。そんなことしたかって、結局自分の評判を落とすだけやね。で、それを陰でね、A 君と付き合ってる B 子ちゃん、実はね、汚いことしてねって、あの彼氏と付き合ったんやでって、周りに言いふらすことによって、言いふらした人の格が下がるんよね。それよりも、ああ、やっぱり頑張ってあの子と付き合ったんやって、自分もね、憧れてた人と付き合える、素晴らしいな、やっぱ尊敬しちゃなあかんなって、そうやって尊敬することによって、自分の美もね、心も磨かれていく。だったら、その A 君よりさらに上のイケメンを、見つけることだってできる。そうじゃなく、そんな汚いこと言ってたら、まず誰も相手してくれるようになってるもんね。だから嫉妬したって始まらない。嫉妬を尊敬に変える視点を持つだけで、嫉妬か、尊敬しろとは言わへんね。尊敬する視点を持つことをがすごいええことやって、これ猫坊主は言ってるんよね。で、あっちゃんが結構みんなに嫉妬してるよねっていう話したら、みんながこんな貧乏人、こんなクソみたいなやつ嫉妬するかよって言うてる時点で嫉妬してんねん。そこ気づかんと本当にダメやね。そこに尊敬できるところを持つ。何かっていうとね、例えば日向ぼっこしてる猫見て、猫はええよな、日向ぼっこして仕事もせんと、口開いとったらチャオチュールもらえて、おかずじゃないわ、ご飯ね、飼い主からもらえていいよね。それも嫉妬やね。なんでか、猫にあなた負けてますか？猫には勝ってるでしょ。ね、
あなたが飼ってる猫やで。でも飼ってる猫にこいつはなんて私が餌やって日頃ゴロ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 してええなって、私もゴロゴロしたいな、もうそれも知ってやねんね。だからそれは何言ったら、猫っていうのは類まれなる可愛さを持ってる。猫を見ると餌をやらざるを得ない、猫を見ると撫でなでしたくなってしまう。それは猫の優れたところやね。だからそこを嫉妬するんじゃなく、猫のこういうところがすごいよねって尊敬したら、猫のような人間になったら他の人間に好かれるんよね。そういうところなんよ。でもっと言い出すと、あっちゃんのようにね、仕事をしてんのかしてへんのか言ったら、仕事してるよ YouTuber で。でも周りから見たら、あいつは YouTube、まあ、カメラ向かってわーわー言うとるだけで気楽に過ごしとるよな、あんなんで金稼いで、何や非課税や非課税言うとんのに憎く嫌がって、それも知ったやねん結局。でそれは何かって言ったら、自分は一生懸命働いとんのに働いてもないやつが普通にのんのと生活すると腹立つでしょ。それ嫉妬なんよ。そうじゃなく、ああいう生き方もあんのか、 YouTuber なんて私にはできへんよねって、そういうところやっぱり尊敬するな。 YouTuber ってヒカキンも YouTuber やねんって、よく稼いでる仕事やねん。あいつ、あの人、あっチャンネルだってバズったらもしかしたら億稼ぐかから、でもそれをやっていく、私にはあんなことできへん、素晴らしいなって。だから私にはそんなことよりも堅実に、もうあっちゃんなんてはっきり言って風邪ひいて寝込んだらお金入ってきゃへんわけよ。もっとひどいのはネット回線パンクしたり YouTube がバウンしたら、もうあっちゃんなんて食っていかれへんのよ。だからそれを叩き潰したりするんじゃなく、ああいうでもギリギリのところで生きてる人素晴らしいな、私は堅実に働こう、それでええねん。だからあっちゃんを叩こうなんてして労力使う間に自分のことしないのに、自分の仕事をサボった上で、もちろんね自分の仕事もしてるで、して叩いてるって言うけど、それやったら叩いてる時間も仕事したらええわけよ。でも叩いてるっていう無駄な時間を過ごしてる。いや逆に言うたら仕事して稼いできた、で人を叩いてる時間でやったら美味しいもん食べに行ったらええし、面白いもん映画でも借りてきて見たらええやん。そっちにお金を使って時間を使ったらええのに、人を叩くとこに時間を使う、それ嫉妬やねん。そういう嫉妬エネルギーよりも尊敬に変えてしまう。だからそんなギリギリの線で下手したら、ほんまにYouTube っていうコンテンツがなくなったら、あの人は行けて行かれへんのに今はやって生きてる、ああ素晴らしいな、そこは尊敬やねって思って、別にその人になれって言わへん、尊敬する気持ちになって自分は違うことしてればいい、そうすると素晴らしいのに、そこでも嫉妬してる時点で終わってるよっていうことやねんね。その時点で負けを認めてんのよ自分の中で。自分では認めてないよ、でも心が、頭とか心っていうのは頭が悪いのよね。だから、あほんだらって言ったら、アホんだ、あっちゃんのアホって言った時点で、あっちゃんのブスって言った時点で、あっちゃんのっていう主語は体は分かってくれへんの。ブスって言ったら自分がブスって言われても、自分が口からブスって言ったら耳から入ってて自分にブスって言われてんねんね。あっちゃんのっていうのはもう全部ノーカウントになってしまうのよ。それが自分の脳みそやね。だから人にブスとかアホとか汚いとか言ってると自分の心が汚くなっていくね。それよりも尊敬、そんなろくでもない人間を尊敬してね、ああこんな、だから言うたらホームレス、家がないわけ、空き缶拾って生きている、その人たちを見てみんなバカにしてるかしらけど、あっちゃんは尊敬するよね。やっぱりなんでかって言ったら、やっぱり家がない状態で、そういうところってすごい環境劣悪なんよね。でそれでやっぱり一缶拾ってきて、ペットボトル1個、空き缶1個拾ってきて、その空き缶が何円、 0. 何円とかで買い取られるってことは、すごい量を拾ってきやんかったらその日の1日のご飯にありつかれへんわけよ。それでも一生懸命頑張ってるって、その人たちはやっぱりいろんな事情があってホームレスをしないといけなくなってるんやなって、素晴らしいなって思う。だからあっちゃんはその人たちを頑張ってるなって思うのよね、バカにしてるんじゃないよ、頑張ってすごいなって。あっちゃんはやっぱそういう生活できへん、やっぱり、やっぱりね、そういう YouTube やってる人間でもやっぱりね、ホームレスみたいな生き方はできみたいなって言ってたけど、ホームレス的な生き方はできへん。でも最終何も食えんくなったら、ああいう仕事にもつかないといけなくなってくるのか分からんけど、あっちゃんには多分無理や。なんでかって言ったら、そういう仕事がひどいから無理じゃないね。あっちゃんの体力とか自分のやっぱその性格とかいろんなことがあって無理やなって。だって
空き缶とか拾ってきてしたらね、軍手履いてやってたらね、手がボロボロになってね、 手が傷んできたら生活できていかへん。もちろんね、今 YouTube で稼いでるからネイルできてるけど、ネイルせえへん方ここが痛くて生活できへんねんね。皮膚だって弱い、ちょっとしたことで皮膚が炎症を起こす、もうそうなったら生活もできへん。だからあの人たちはすごいよねっていう気持ちであっちゃうすごいなと思うね。だからバカにすることはないんやけど、そうやって人をバカにすることによって何も始まらないけど、それを尊敬する、ああそういう人もすごいよなって、ああいうできるんやなって、すごいな、尊敬できるなっていうだけが頭に入ってきて、自分も尊敬できる人間になってきて、その日暮らしの YouTube だってできるね。そうやってね、人をね、嫉妬するよりも尊敬に変えるって大事やねんね。だから結局ね、あっちゃんをなんで嫉妬してるのかって言ったら、何もせずに YouTube やってる。YouTube やってるであろうあっちゃんが、税金も払ってない。それは払えへんわな。でも自分たちは一生懸命払って働いてる。なんで一生懸命払ってんのに、払って自分が一生懸命働いて稼いでんのに、その稼いだお金を国に取られなあかんねん。あいつのダラ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 稼いで、ちょっとしか稼いでへんけど、稼いでへんからって税金もらわへんどころが、非課税で補助金もうとんねんって嫉妬するんじゃなく、ああ補助金非課税でもろとるけど、私はそれよりも税金を納められる幸せだなって、あの人たちは税金も納められへんのに、それでも一生懸命頑張ってる、だからこそ会えてもらえるのか。じゃああなたは非課税まで収益今ね20万30万50万あってけども、非課税レベルで月10万円あるかないかねの生活になって、非課税になって補助金もらえる生き方、あなたはできますか？できへんでしょ。それよりも今稼いで一生懸命働いて稼いでる方が素晴らしいと思ってるんでしょ。それでいいのよ。あっちゃんは一生懸命働けて、あっちゃん今体力的にも脳出血もしてるし、ホルモンバランスも崩れてて体力的にも無理やから、ほんまやったらね、あっちゃんは、月100万以上稼いでた身やったのよ。でもそれでもやろうと思ったらできんことはない。今でもやろうと思ったらやれんこともなかった。でもそれをやめて今の生活になってるっていうのは、子供との時間も増やし方とか、やっぱ体力的に落ちたとか、いろんな理由があって今のこの仕事をしてんだけども、それを素晴らしいなって、その仕事は素晴らしかったし、自分も素晴らしかった、そしてそれを今やってる人たちも素晴らしいと思う。嫉妬もしないならやっぱりそれを尊敬できる。で上も下もないのよ。いろんなことして生きてる人たちを尊敬する、ワンコでもそう、ニャンコでもそう、言ったらね、ほんまにあっちゃん大好きなクモとかね、あのヤモリとかね、ああいう虫ちゃんとかでもそうやねんけども、ああいう生き方もやっちゃあっちゃんは尊敬できるなって思うね。何でもかんでも人いろんなものを尊敬に変えるっていう視点を持つことによってね、素晴らしい生き方ができるんちゃうかなって。だから嫉妬じゃないじゃなしに、嫉妬してるよって言われたら、ああ嫉妬してるのかって認めることが大事やね。認めることから初めて尊敬に変えることができるね。だからね、あなたたちは本当に嫉妬してます。いや嫉妬してない人って言ってないのよ。あっちゃんも嫉妬してないよ。どっかに嫉妬してる、どっかには嫉妬あると思う。それが嫉妬って気づいてないねんね。だからそれが嫉妬だよって言われて、ああそうかって、それは尊敬に変えないといけないよねって変えていったら、それでいいだけのことやね。だから嫉妬すること自体がダメやね。でもかなりひどい嫉妬をしてる人、言ってみたらね、自分が好きやった人を取られたことによって、取ったと思われしき相手に嫉妬して、ブスだのクソだのね、悪霊だの言うんやったら、その人を尊敬すると、自分の好きな人、自分が愛されるキャラに変わってくる。でも人をひどく叩いてると、自分がひどい人間になったら誰からも愛されなくなってしまうよね。そういうところだから、結局、一寸先は闇って言われてんだけど、今稼げてる、月20万50万30万100万稼いでる人がおる。でも突然このご時世、あっちゃんみたいに脳出血するかわからん。脳出血なんてあっちゃん予兆もなくいきなりしたよ。心臓不良になるかもわからへん、癌になるかもわからへん。そんな段階でプッて入院した時に、もちろん保険入ってるかもわからへん。保険入ってたら癌の保険で、癌治療ができました。そこまではええわ。でもそれが原因で今まで通り仕事に就けなかったらどうする？仕事に戻れへんかったらどうする？その先仕事がないんやで、もうたちまち困る。そうなったらあなたは仕事ができなくなったら、カメラ片手にがんになりました、がんサバイバーって言って YouTuber になれますか？叩かれるよ。がんサバイバーの人だって叩かれて、がんサバイバーやって言って動画上げてる人が、あの人はがんじゃないとか、がんになったから言ってくすぶっちゃダメじゃって、楽しいことしないとあかんって、いろんなとこ各地飛んでる人が叩かれて、がんサバイバーじゃないとか叩かれて、今裁判起こしてる人いてるよ。でそんな人たちだったらそういう世界に入れますかなと。でもその人を尊敬することによって、
この世界でだって生きていけんねん。でもその人をバカにしたらバカにした職業なんて疲れへんのよ。だから一寸先は闇、先に何があるかわからない。このご時世何をバカにして、バカにした人間以下になる可能性だってあんのよ。だから人をバカにする、嫉妬したりしてね、バカにするっていうのはね、嫉妬してバカにすることだって。嫉妬っていうのは自分より上のものにするんじゃなく、上下関係なしに嫉妬してバカにしたりするんよね。でもバカにした相手にはかなり負けてるわけよ。その負けてるっていうことを認めないとね。勝ってる人を叩かない。大体負けてるから叩くね。下を叩くことはない。上を叩くね、人間っていうのは。出る杭叩くけど出てない杭叩かへんでしょ。だからあなたは何を叩いてんのって言ったら、あなたより出た杭を叩いてるわけよ。だから出た杭を尊敬しないと自分が、地獄に落ちちゃうんだよっていう話を今日猫坊主さんが言ってたんで、ちょっと面白かったんでこれ話させていただきました。まあ、あっちゃんとかね、いろんな人に嫉妬して人を叩いてる人間っていうのは、いくらどんな話を聞いても絶対に聞き入れられへん。なんでかって言ったら、嫉妬っていうのはね、取りつかれてね、それから他のものが見えなくなるから。嫉妬に取りつかれてるあなた、ちょっとでも気になったら自分が嫉妬してるんちゃうかなっていうことを胸に手を当てて考えてみてください。必ず嫉妬してるっていうことに、行き当たると思う。その時は嫉妬を尊敬に変えてください。光が見えてきます。ではまたね、バイバイ。今日のあちゃんのお話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。